集落町並み探訪学、天坂の村を歩く、南アルプス最後は南部静岡県です。南アルプス南部の天坂の村は、西から天竜川流域、大井川流域、安倍川流域といずれも静岡県山間部のお茶の生産が盛んな地域となっています。まずは三作母川西側の斜面上にある大野集落を歩きます。そこから谷を下って旧三作母町の中心集落三作母まで行き、今度は支流の沖縄川を遡っていきまして、東側斜面上にある桂山集落を訪ねます。旧三作母町は静岡県の天竜川水系最奥の地です。三作母川は南アルプスの中尾根山を源流としてまして、旧三作母町西戸で、天竜川に注いでます。三作母川、沖縄川の刻んだ渓谷は非常に深く、町はわずかな平地に形成されているものの、ほとんどの集落は斜面の中腹に立地しています。この地域の産業はかつては林業、養蚕が盛んでしたが、現在は明治以降に始まったお茶の生産によって各農家の生計が立てられています。南東向きの斜面上に形成された大野集落、茶畑は日当たり重視でかなり斜度のきつい場所にも作られていますが、宅地は比較的緩やかな場所が選ばれているようです。金属武器の勾配の緩やかな屋根、平屋建ての母屋の周りにたくさんの下屋がくっついていて、山側の軒先は茶畑に接してます。手前の建物は茶部屋でしょうか。こちらの家は金属屋根の色が青と緑で色分けされていて、棟木が赤です。鮮やかで綺麗ですね。そして屋根の先端には雪止めがついています。ポカポカイメージの静岡県で雪止めと思われるでしょうけれども、実はこの辺り静岡県内でも珍しい雪の多い地域なんです。ここは小学校のあった場所、小さな校庭に樹齢150年の桜の木がありました。そして後ろには茶畑が続いています。大野集落から東高線に沿って奥に進んでいくと大沢地区があります。小さいですが谷を見下ろす急斜面上の集落です。三作母川の支流、沖縄川の東側斜面上に立地する集落は複数ありますが、その一つである桂山集落です。先ほど歩きました大野集落のちょうど尾根の反対側に位置しています。ここは長野県の遠山郷から青崩れ峠を越えて南に進んできた秋葉街道の通う場所で、天坂の村と関係の深い中央構造線が通る谷に面しています。静岡県北部の山間地域の山腹は日当たりが良い上に一日の寒暖差が大きく、お茶の栽培に適した立地です。このように茶畑と農家が集落を形成しています。左側の細長い付属屋はおそらく製茶の作業場である茶部屋だと思われます。桂山には遺跡があります。
桂山遺跡の説明文によりますと、中部山岳地帯では縄文時代中期から始まった山の上で生活する山積み文化が隆盛を極め、天竜川に沿って次第に南下していったと言われています。天竜川をさらに南下していくと、南北に流れる川の両側斜面に浜坂の村がずらりと並ぶようになります。東側の大和地区を歩きます。集落は谷底から200メートル駆け上がった位置を中心に高低差150メートルにわたって広がっています。地元の方に聞いたところ、かつての集落は川の近くにあったそうなんですが、ある時期水害に遭い、今のような高い位置に移転したんだそうです。斜面の角度がきつく、高低差もあって茶畑の面積も大きい、静岡県らしい山岳集落です。等高線に沿って建物が6棟並んでます。おそらく2世帯だと思われますけども、母屋のほか茶部屋が含まれているようです。お茶を製品化するまでには、茶葉を摘み取った後、粗茶と呼ばれる一次加工を行って、さらに仕上げとして茶葉を再度乾燥させる二次加工を行う必要があります。この粗茶にする作業については、収穫後すぐに行わなければならないため、各農家には茶部屋と呼ばれる作業場が備わっています。古くは手もみを行っていましたが、戦後は機械化が進んでいって、この長い機械を収めるため細長い建物になっているようです。茶畑の広がる集落の中を旧秋葉街道が通ってます。秋葉街道は信濃の諏訪から秋葉神社に至る信仰の道でもありますが、この秋葉信仰が広まるようになる前から存在してました。海のない内陸と海とを結ぶ重要な交通路、潮の道の一つでした。街道に沿って石垣が続いていますが、急斜面上に平らな道を通すためには石垣を築く必要があるからです。物を運ぶロープウェイがありました。どこまで続いてるんでしょうか。この映像は2019年のゴールデンウィーク、ちょうど新茶の茶摘みが最盛期を迎えてました。お昼休みを終えて一斉に作業再開といったところでしょうか。天竜川本流の東側斜面にある平山地区、そしてそのちょうど対岸、天竜川西側にある小尻地区を空からご案内します。辰山町小尻地区です。茶畑は斜面なりに等高線をなぞるように作られていて、宅地は平らな面が必要になりますので石垣が築かれています。そして戦後になってからだと思いますが、谷底からの道路が家と家とを結びながらジグザグに登っていって、その部分にコンクリートの擁壁が立ち上がっています。佐久間町上平山地区です。天竜川に落ちる支流の沢を挟んで3つの集落が連続しています。この南隣には辰山町下平山地区がありまして、同じぐらいの規模の集落が形成されています。見るからに天坂の村、密集地帯というエリアです。続けて大井川流域に移動します。大井川流域、社会川の北側斜面の中腹には茶園集落がたくさん見られますが、その中から川根本町久保集落を訪ねます。次に川根本町の中心集落から支流長尾川に沿って入っていきますと、川の東側斜面、その中腹に小呂久保集落があります。川根本町は川根茶の生産で全国的に有名な町ですが、農業生産額のほとんどをお茶と紅茶が占めています。
久保は町村合併前の中川根町に属していたところで、このエリアの典型的な茶園集落の一つです。枝松山の稜線からですね、境川の谷に向かって南に伸びる大きな尾根の上に集落が形成されているっていうところから、天坂の村、大井川流域代表として取り上げました。五六保は大札山と白和山とを結ぶ稜線から長尾川の谷に向かう斜面上に位置するまとまった集落です。茶畑は緑の絨毯のようで、民家が茶畑の中に屋根をうずめるように点在していて、非常に美しい景観です。中川根町立久保小学校の後、尾根の稜線上に広い平地が確保されています。小学校跡から斜面を下っていきます。農家は一つのところに集まっておらず、茶園の中に点在しています。畑の所有形態は分かりませんが、家の周りの畑はその家に属しているのでしょうか。農家の母屋は切り妻平屋建てで、下屋が巡らされています。金属吹きの屋根がシルバーに塗られていまして、日光を反射させており、緑の茶畑とのコントラストが綺麗と感じました。屋敷構えは母屋と茶部屋などの付属屋で構成されています。尾根の稜線上に立つ屋敷は平らな土地が確保しやすいようで、山岳集落では珍しく前庭が広く取られていてゆったりとしています。新茶の茶摘みの時期、丁寧に手摘みで収穫されています。天坂の村は全国的に過疎化が進行してまして、畑も使われていないという集落を多く見かけますけれども、静岡県では当てはまらないように思います。どんな奥地に行っても茶園が広がっていて、住まわれている家は多いと感じます。それでも地元の方に聞きますと、後継者問題で人口が減っているとおっしゃっていました。緑の絨毯に埋まる屋根、この風景ほんと綺麗ですよね。集落内を通る国道362号線を含め、家々や茶畑が凸型の等高線に沿って綺麗に円弧を描いています。その美しさは空撮でも歩いていてもよくわかります。川根本町、長尾川の東側斜面中腹にある五六保集落です。空撮した時は日が差してまして、緑が大変綺麗だったんですが、急に崩れてきました。山の天気は変わりやすいです。静岡県の天坂の村も他の地域と同様、かつては焼き畑で雑穀を作っていたそうです。それがお茶に適した場所であることが見出され、お茶の栽培に転じ繁栄しました。この五六保集落には農林水産大臣賞を2回も受賞された川根茶作りの名人がおられるそうです。そう聞きますと、ますますこの茶園集落が美しく感じます。この道を挟んだ両側の建物は、おそらく収穫した生茶をもんで乾燥させ、荒茶とする茶部屋ではないでしょうか。こちらの農家も建物がずらりと並んでます。
やっぱり雨が降ってきました。早めに空撮をしておいてよかったです。天坂の村を歩く南アルプス編の最後は安倍川流域です。まずは安倍川の支流、わらしな川の上流域にある崩れの集落を訪れます。次に安倍川との合流点まで戻り、今度は本流をどん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 遡っていきまして、最奥近くにある友地集落を探訪します。わらしな川は大きく言いますと大井川と安倍川本流の間にある谷ということになります。この映像は2020年8月下旬に訪れた時のものです。2020年6月7月に豪雨がありまして、静岡県の山間部ではかなりの土砂崩れが発生しました。わらしな川はその中でも特にひどかった方で、最上流域にあります大間地区では県道65線が寸断されていたりしてましたけれども、そのすぐ手前にある崩れのまでの道は復旧していました。この崩れの集落は地形図を眺めていて狙いを定め訪れた集落ですが、期待を裏切らない見事な天坂の村でした。映像は安倍川右岸の斜面上にある梅ヶ島大城集落、そして手前に現れてきたのが安倍川左岸の斜面上にある梅ヶ島友地集落です。友地は安倍川本流と支流に挟まれ、両側が切り立った尾根のてっぺん稜線上に形成された集落です。茶畑は日当たりが重要と言われますが、まるで海に突き出した半島のようで、尾根線も南に下っていますので、日照を受ける条件としては抜群であると思われます。ここも地形図を調べピックアップした集落ですが、予想通り、いや予想以上の展開度でした。いきなりパッと開けると思うよ。はい、これ集落ですね。はい、来ました。わあ、すげえ、山の上だ。崩れの集落は、わらしな川の支流、崩れの川の川底から約100メートル駆け上がった、南東向きの尾根状に形成されています。天坂の村らしく、凸型の等高線に沿って建物が棟を並べています。村を歩いていたら、放し飼いにされた犬がやってきました。おそらく外物を怪しんで偵察に来たのでしょう。過疎化の進んだ集落でよくあることですが、全く吠えなかったのは珍しいです。するともう一匹、相当怪しまれてますね。崩れの集落の民家です。ここは今まで歩いてきた集落とは違って、無住の家の割合が高いように見えます。また茶畑も放棄された場所が多いようです。同じ静岡県山間部であっても地域によって違いがあることが分かりました。下から見上げてすぐそばに見えた集落ですが、近づくとすると大きく回り込んで後ろの方からアプローチしないとたどり着くことができません。おお、たどり着いた。おお、すげえ。友地を地形図で確認しますと、一番下で標高が620メートル、一番上で900メートル。高低差は実に280メートルの縦に長い集落です。280メートルといったら、横浜ランドマークタワーの高さに匹敵します。友地集落は南アルプスエリアでも屈指の展開度と言えるでしょう。
集落の中を上下につなぐ縦道を登っていきます。するとかやぶき屋根の古民家が現れました。今まで金属武器の切り妻屋根ばかり見てきたので新鮮です。寄せ棟造りが原型だと思いますが、厚間面が切られていて屋根裏部屋に光を取り入れる窓がついています。養蚕の盛んだった山梨県を中心に広く分布する兜作りの一種だと思われます。現在静岡県北部の山間部で多く見られる金属屋根の民家との関係というのは分かりませんが、茶園農業が普及するその前の住宅形態なのではないでしょうか。この民家の屋根もメタルカバーされてますが、かやぶきが原型で、左側が寄せ棟、右側が兜作りのようです。集落はまだ上に続いていますが、暑くて暑くてとても登る気になれません。集落町並みは隅から隅まで歩くっていうのが私のモットーではありますが、山の上の高所とはいえ真夏の日中にこの高低差280メートルを歩く気力がありません。この日はへこたれて車を止めた場所の周辺だけ歩いて退散することにしました。また涼しい時期に安倍川対岸に見えましたあの大城集落とともに、ここ友知集落を再度訪れて高低差280メートルの往復、これを歩きたいと思います。これにて浜坂の村を歩く南アルプス編を終わります。南アルプスは東京から近いですし、まだまだ発掘すべき集落がありそうなので、これからも訪ねることになるでしょう。浜坂の村を歩く旅は次回から紀伊山地となります。谷の深さ、斜面の勾配では日本一と思われる紀伊山地の浜坂の村をぜひご期待ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。